はい。前回のフィギュア化というお話で、やっぱりサマサがいいでしょうという方がいたので、サマサ見てみましょう。僕、サマサまだキャラ持ってないんで、これ攻略本から。こんな感じで。かわいいっていうことですね。いや、ほんとかわいいね、これ。サマサ。はい。積んで、ジョブ1にはツンデレっぽいんだけど、ジョブ3はかわいいということで、サマサでした。ということで、本編行きましょう。はい。オーディンを再構築したので、ちょっとプロフィールが変わっているかなと思って、見てみましょう。プロフィール。これ。絵も、前の、クジラというか、なんかよりも全然変わっちゃってるね。オーディンの周りに、ワシかなんか、くっついちゃって、もうどこが本体でどこがなんだかよくわからない状態。はい。プロフィール。はい。観測者は目撃する。可能性を認識する。生き方を実践するは個人の自由。生き方を定義するは社会の需要。いかに再構築されようと、与えられた役割をいかに果たそうとも、世界が求める場所へと収まることが定義されている。以上。以上。終わり。再構築したのに寂しいなという感じ。ちょっとかっこいい文章になったがちょっと寂しいという感じです。で、メイン行きましょうか。メインのお知らせ。じゃーん。バージョン 2.7.0 になりまして、ウィークリーチャレンジというのがスタートしました。じゃーん。ウィークリーチャレンジというのは何か。今まではデイリークエストだったんですが、なんと、6月23日よりスタートしました。ウィークリーチャレンジは週替わりで指定されるクエストのクリアタイムを競うモードです。チャレンジ達成やランキング上位入賞で報酬も獲得できるので、ぜひ挑戦してみてください。全員である一定のマップを勝負してクリアタイムが早い人がランキングに乗るという、なかなかやりこだえのあるモードだと思います。なかなかいいシステムです。はい。あ、すいません。それからお知らせ。連続ログインボーナス2倍キャンペーン実施中ということで、エナジーとかいろいろ2倍になるそうです。連続ログインしましょう。で、ニコ生が7月3日から、はい。V ジャンプでエナジー3個配信。バージョン 2.7.0 アップデートのお知らせ。はい、結構変わったみたいです。メタルゾーン6、これ不評だったんで、変わりましたね。はい、それからお気軽プレイの仕様変更、睡眠の仕様変更、エッジ、なんとかエッジ、なんとかストライク、なんとかショットが仕様変更と。はい、31章の大部分のモンスターが弱くなりましたと。その他バグ修正。詳しい内容は以下の通り。おのおの読んでください。まあ、僕が嬉しいのは、なんとかエッジ、なんとかストライクっていう技がちょっと強くなりましたと。前は魔法ダメージのみが入るスキルでしたが、今回のバージョンから魔法ダメージに加え物理ダメージも追加で入る仕様になりました。あまりにも弱すぎたんで、情報修正しましたという感じですね。はい。それから、お知らせ。新機能について、もう一個。ワールドマップに32章追加、ついに来ましたね。それからウィークリーチャレンジ、デイリークエストと。はい。っていうのも追加されましたということですね。ということで、まずは、その、デイリークエストをやってみ、ウィークリーチャレンジ行ってみましょうか。お、来ました。いつもはクエストだけなんですけど、ウィークリーチャレンジというのをここにできています。行ってみましょう。何回も挑戦できるらしいんでね。はい。タイムアタック第5章、深き門の4、最初の方のマップ弱そうですね。最速クリアタイムを競うタイムアタックモードです。指定時間内クリアおよびランキング上位で報酬を獲得できますと。ハイスコア過去に出てまだ1回もやってません。初めてでどこまでいけるか。チャレンジ1は2分40秒以内にクリアすると、メタルチケットと、これなんだ、何かもらえます。なんとかの雫かな。はい。それからチャレンジ2で1分10秒以内にクリアすると報酬獲得、エナジー1と。ここを目指しましょうね。ランキング5000位以内に入ると報酬獲得。これもなんか5000位だったらいけるだろう。どんだけやってるかっていうのがわかりますね。はい。一回やってランキング見てみましょう。チップス。まあまあいいか。はい。残り6日で勝負。録画するとボーナス3秒。え、どういうこと？ボーナスマイナス3秒。え？録画したら強いの？まあいいや。バトル開始。行ってみましょう。
さあ、ここは弓。弓のようなんで、ケンパーティープラス、ちょっとユッカ、リボンを覚えたユッカ見せたいんで入ってみました。あとはピッツファー強いんで、まあ、それぞれ入れてみましたという感じで。弓7匹だったら余裕だろう。はい。でも、1分10秒ぐらい余裕でしょう。よし、スタート。キャラクターのレベルは17に設定されます。ひどい。ひどい。これはちょっと、想定外だった。あ、しかも爆弾持ちか。うわぁ、爆弾解除なかったな。ちょっと待って。あ、これ、これ時間制限あるんか。ちょっと待って。しまったー。今ここ、悩んでちゃダメなんだね。悩んじゃダメ。とにかく攻撃する。やばい、もう時間が。1分10秒、もう無理か。何、1分10秒無理か。1分10秒無理っぽいな。くそ、まだ2匹しかやっつけてないぞ。ちょ。あ、これは、うわー、ちょっと無理。誰か、わざと殺さないと難しい。せっかくリボン覚えたのに、これじゃ意味ないんじゃないかよー。やばい、1分10秒無理だな。2分何秒だな。爆弾持ちか。死ぬのを覚悟で、殺しに行くしかないね。ここ苦しい。ちょっと待って。何もできない。ちょっと次挑戦します。次。もう一回。これ爆弾覚悟じゃないと無理じゃないですか。あ、ヒールがあったからな。上手なんていらねえよ。くそー。考えちゃダメだったな。ちょっと待て。もっといい方法を考えよう。こいつはなんだ、ボム触っちゃいけないのこれ。ちょっとわからんが。考えちゃダメだ。ここに秒が出てるよね。もう、2分何秒ぐらいは、ちょっと、到達しないと。あ、弱い。ああ、レベルが17に宣言されるっていうのもちょっと知らなかったし、ちょっとね、こんな感じ。お、P が入ってるから、これでやっつけてくれ。やっつけて終われ。うわあ、魔法が出ない。よし、やっつけろ。2分何秒はクリアしろ。おい、まだなんかよ。はい、クリアしろ。うわあ、ちょ、この、さっと。2分何秒クリアしろ。いやー、全然ダメだったよ。まだ、やっつけてんのよ。まだ時間進んでる。さあ、どうだ。全然ダメタイムだな。精霊の涙が手に入ったってことは、お、ボムグライダー。手に入ったならいいか。交渉上手でボムグライダーが手に入った。それなら別に悪くはないか。レベル17に制限されるっていうところをちょっと、気をつけないといけないね。あんまり強いやつ持ってきてもしょうがない。サクセス。とりあえずチャレンジ1は成功したから2を成功する方向で頑張りましょう。ちょっとランキング見てみましょう。現在のランキング入ってないってことだね、これ。5000以内に見てみよう。前後50。あれ ?5分。5分もかかってないよ。あ、人の名前も見れるという。すごいね、これ。へー。まだ始まったばっかりであんまりやってる人がいないってことよ。5分も経ってないでしょ。前後20名。トップ50。40秒クリア。すげえ。ここ目指すには50秒以内じゃないとダメだってことだね。はい。2分20秒でしょ。さっき5分の人より勝ってると思うんだけど。まあいいか。そんな感じです。はい。というわけで次行きましょう。メイン。今なんか手に入ったやつが。キャラクターリスト。メッセージ。ウィークリーチャレンジ、1達成報酬。はい。ありがとうございます。メインは、今入ったキャラクターが見えるようになったってことでしょう。はい。というわけで、マップ行きましょう。32章やっていきましょう。32章の1、スタミナ21も使うんだ。ここは見た感じ、ここは剣が19いるんで、槍パーティーをちょっと作ってみました。 VS アルテミスのやつをちょっと工夫して、槍っていうことで、名前ちょっとね、槍パーティーめちゃくちゃね弱いんですよね。剣と
弓パーティーはかなり、作ったんですが、オーディン、まだ58で、そんな攻撃力ない。が、剣、エルバン。エルバンはリジェネを持ってるんで、こいつは回復要因でもあると。それから、マッカリーでしょ？それから、インビジブルは昔のファミ通の、特典で手に入れたやつ、インビジブル。それから、ゼンゾゼか。ダークネスストライク。かなり弱い闇、槍パーティーだが、頑張っていきたいと思います。バトル開始。負けたらちょっとググバあたり入れようかな。はい。まずは長旅の疲弊を癒してもらえ、支度してまいります。プロトは短く返事し、席を外した。冒険者たちの目には様々な感情の色が浮かぶ。動揺、不安、警戒。それ昔敵だったよね、これ。はい。俺たちを敵として扱わないのか。こうして話ができる相手にどうして刃を刃を向けられようか。しかし我々も信じてはいたが、過度な期待はしていなかった。まさか本当に生存者がいたとは。生存者？王はその答えの代わりに彼らの目的を明かした。母なる我らの惑星はライファーによって未曽有の危機に瀕している。共に戦ってはくれまいか。諸君らは我らと同じ惑星に住む同志、我々に残された希望だ。クセア王はそう締めくくり、冒険者たちを温かく迎え入れ、厚遇した。つい先頃まで敵対し合っていたはずのクセアに囲まれた。しかし彼らはとても友好的だ。拍子抜けした。むずがゆいくらいだった。だが、ようやく腰を落ち着ける場所を得た。誘惑には勝てず、しばしの休息を取ることにした。それ、30章まで戦ってた敵だったのに、いきなり、我々は過去に戻ったのかもしれん。タイムトラベル、そんなバカなこと。膨大な質量変化を伴う爆発によって何かに歪みが出たとすれば。お話の途中すみません。皆さんに頼みがあります。割って入ってきたのはプロト。彼はとある任務を預かっていた。共闘法への補給か。ライファーに対する一大反抗作戦の足がかりとなる重要な作戦を展開しているとのことだ。ここにいてもしょうがないですし、手伝いましょうよ。冒険者たちはクセアの戦列に加わった。またプロトが味方で出るのかな。時の砂ブレスアタック1、レベル35周囲。ふざけんなふざけんな、すげえ技使ってきたな。これレベル35に落ちたんだ。マイナスレベル38、ひどい。ブレスアタック周囲1、レベル35周囲に。ひどいやつだな。これ何ターンかで切れるんだろうなと思うんだけど。とりあえずオーディンで攻めるのが基本。全然効かないな。強いなこれ。ブレスアタック周囲全然効かないな。これ死にそうになってるじゃない。こいつにリジェネをかけたい。ああ、くそ。マッカリが死にそうになってる。やだなぁ。もうめんどくさいなぁ。ここから攻めて。オーディン頼みだね。ちょっとこのパーティー弱すぎるなぁ。さあ、リジェネ。全然リジェネが弱い。リジェネ、そうか、レベル35だからリジェネ103しか回復しなかった。さあ、こいつら、剣パーティーだが。切りつけ横、切り飛ばし横だから、基本的に縦から攻めた方がいいってことだよね。よっけって。いやー、厳しいな、厳しいな。ちょっと。ああ、やっつけられないか、一発で。毒とか。こっちは槍は盾が強いんでね、盾から攻める感じ。きつい、きつい。弱い、弱い。カウンター戦にそういう人はいいね。切りつけ横。切り飛ばし横。辛い。辛い。めっちゃ辛い。めっちゃ辛いっつうか、弱すぎるんだよな。こいつらが全員弱すぎるんだよ。きついな、きついな。
やっつけられねえのかよ。ちょっと待てよ、お前ら。切れ足。うわぁ、オーディンが死ぬのは辛いな、これ。オーディンが死ぬのは辛いぞ。ちょっと辛いが。これはちょっとね、31から、これボスが出てくると負けるな。まずいな。縦から攻める方法で全部、横から攻めると全部やられちまうからな。めんどくさいな、めんどくさいな。いやー、いろいろめんどくさいな。あ、ダメだ、くそ。これ一撃でやれねえのかな。本当に弱い、弾数弱い。やりパーティーだ。お、結構強い。こいつが強い。これは強い。剣はいいよ。剣は防御力 30% やり使い。防御力プラス 20% やり使いっていうのを持ってるんで、これを全員発生させるようにいけば、まあまあ、なかなかいけるでしょうって感じです。さあ、また。くっそ弱えな。どんどん防御力だけ上げていく方向でいけば、あと強い。このパーティーの中で一番攻撃力があるのが実はインビジブルだったりするっていう、この弱さ。やべえ。これ何かの修行か。このパーティーはもうやめたい。やめたい。これで32章生き抜くことができるような気がしない。これで終わりではない。まだ5分の4だった。きついな。あれ、よく見るとこれ、敵全部同じかと思ったら、ちょっと色が同じだけど、ちょっと違うやつがいる。切りつけ横に体当たり、切り飛ばし、体当たり周囲1っていうのがあるのか。こいつは、切り飛ばしだけか。どうするかね。こうして、よしよし、強くなった。骨抜きしたからかな。よし。いいぞ、いいぞ。骨抜きは相手の防御力を下げる。こっちが強い。おー、強い。うわー、しかし倒しきれない。体当たりが辛い。切り飛ばし辛い。まだあるぞ。でも、やっつけられはするから。こいつは、ヒール目が事故持ってるから、回復させるのはこの辺。ここ挟んで、ここを。どうしようかなという感じだね。ああ、ピース買っちゃうのはもったいないが、確かね、パワードポイントためアップ事故っていうのを、エルバンが持ってるから結構溜まりやすい。悪くはない。オーディン頼みだな。ボスはいない。よし。ボスはいないが、いやらしい、こいつがいる。これからやっつけたいところだが、プレスアタック周囲とレベル35周囲2をやってくるから、ちょっとレベル35周囲に、まあ、避ける方向にしたい。操作時間プラス2秒が、プラス2秒がオーディンについてるから、オーディンをそっちへ持っていく方向にして、どうするんだこれ。オーディンがレベル下がるとちょっともったいないというか、難しいとこだなこれ。どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ。プラス2秒あるから結構回せる。頑張って回そう。あ、回らない。うわー、くそ。やばい、オーディン。ここを挟もうと思ったら、これ、オーディンがレベル下がっちゃうよ。ここ攻めて挟めたらよかったのに。うわぁ、全部切り飛ばし受けて。これ負けるぞ。プレスアタック周囲に、レベル35、きついが、もう全部。きついが、どうする。縦で挟み。オーディンの縦。
立てダメだ、くそー、やっつけきれない。超下手くそだな前からいつものことです。はい、やばい、やられはしないと思うけど、負けはしないと、マッカリがやられる。おぉ、150回復。横から行くと負ける。縦。P もやりたいしな。よし。あー、くそ、ここが、考えられない。ここが。落とせない。さあ、そいつをやっつけてくれ。よし、とりあえずそいつをやっつけた。で、防御力も下げてるから、切りつけ横で。うわー、マッカリが死んだ。これラストだったと思うから。よし。ボスが出てこなくてよかった。よし。死んでるか。全部挟むのはちょっと無理か。無理だが。なんか頑張ってみよう。よし。まあでも。よし、やっつける。よし、やっつけた。強い。ここもやっつけた。危ないなぁ。下手くそだったということで。この槍パーティーが弱すぎるんだなぁ。やっぱり。アイリン入れて回復にするか。ちょっと、槍パーティーは、さようならしたいところだな。今日はそんなところでいいでしょう。ちょっと、2,3,4,5,6,7 あたりは飛ばして、最後のラストボス10だけ、次回お見せしようかなと思います。というわけで、最後の、いつもの酒場行きましょう。出会い。真実の契約。はい、行きます。そろそろなんか、最近いいのが出ないから、今日は、この真ん中あたりを押してみよう。はい、さあ、来い、どうだ、久しぶりにやってるぞ、銀。最近はちょっと寂しいことが多い。真実の言葉に胸打たれ、契約はさらに深く加速する。最近被り多いね。昔のような。さあ誰だ?マラルメ。レベルが1個アップ。マラルメ。最も育ててない、使ってないやつだね。はい。外れだったということで、ちょっと悲しいですな。はい。というわけで、今回はこの辺で。また、タイムアタックとか挑戦したいと思います。では。